はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、百式やっていこう。で、この大凶小凶、天聖大凶&小凶&順蔵、これが強化されたんで使っていこう。で、なんともなんか秋の最適サブの性能になってる。列6個、光列6個、水が3個で、スキブ、封印、指延長、超消しコンボドロップで、超覚醒がバインドとかつけれたり、まあスキブとかつけれたり、特耐性つけれたりって感じか。で、7ターンで打てるロック解除して闇を光にか。で、火を回復に。で、お邪魔毒、猛毒を水に変化。で、HP を全回復。で、2ターンの間ではダメージ吸収を無効化っていう。なかなか文章が長いんですけど、まあ、使っていこう。で、これ、欲を言えば、属性吸収もついてたらめっちゃ強かった、と思ってる。で、超転生したんだよね。これがさ、まあ、ここも評価入ってるわ。大凶も若干入ってます。で、超凶ちゃんも若干入ってるね。で、転生、超転生、大凶、小凶。これもなかなか強そう。若干強そうかなと思ってる。まあ、10凶めっちゃ持ってるし、って感じで、まあ、4個消しで、4個以上で激減とかあるけど、まあ、リーダーでは使わないかもしれんけど、まあ、サブ性能は高そうな感じはあるね。で、そうか、これ大凶って、大凶と小凶。なんでこれ小凶は小凶か。で、大凶が大凶か分かったわ。これあれだ、おっぱい。で、今回、早川秋。秋とさっき3体詰めてループしていこう。で、まぁ、ちょっと今日は、本当にこの大凶小凶が強いのか、結構どうなんだっていう、強いのかなっていう、動画なんで、まぁ、正直、PDC とかは貼らないと思ってるわ。で、ミコトちゃんにこれつけてますね。で、まあ、シーザーで、ウルバリンにこれつけて、で、大凶これつけて、あ、これはね、属性吸収。まあ、いっか、もういっか。で、もう、つけてる、これもやってる。で、これも、まあ、これインドラでも、インドラ強いね。ちょっと止まったけど、インドラがやっぱ強いね。これ、スキブと列で、チーム HP も漏れるし、この武器最強でと思ってる。で、フレンドこれですね。イダ。で、バッチ HP ね。で、もう溜まってると。OK。いちご 100%。で、ブルーベリーがいいですね。これ今ね、若さ生活のモノマネしたわ。で、これ打って、これ打ってからがよかったな。ちょっとミスっちゃったな。これで倒していこう。で、火力がやっぱり、副属性も光だから。あ、結構出てんな。6000万。600万じゃないよな。6000万だよな。で、これウルバリンちゃんと打っていこう。これ先にしっかり打っていこうか。で、属性吸収これ打っていこう。いや、だからこれ正直、まあダメージ吸収だけ、スキルがダメージ吸収だけだから、もしかしたら潜在で属性吸収をつけて、あと秋とかも属性吸収にしてっていう感じがいいのかな、がいいと思ってる。で、ウルバリン打って、で、割合回復して、まあ倒していこう。で、10コンボ。いや、百式がやっぱ一番いいわ。百式やっぱいいわ。一番、試運転しやすいね。マジで試運転しやすい。で、顔面真っ赤おじさん来てました。ゴールド社員。正社員ね。で、これ。アキちゃん撃って、で、ずらすか。いやー、これいいかもよ、大凶小凶。大凶小凶結構強いかも。光も、副属性も光っていうところがいい。あー、待った。ダメだ。これ撃つか。これはね、もう、ターンが軽くて、ターンの軽い属性吸収を探してたんで、これしかなかった。逆に、ターンの軽い属性吸収がこれぐらいしかなかったわ。まあ3ターンとかあったけど、まあ別にいいかな。これで倒していこう。いや、火力出るね。マジで火力出るね。だから、なんかバカにできひんのが、列6個、列9個、光6個、水列3個。これがね、やっぱ強そう。結構なんか、列いっぱい漏れていいなって感じかな。で、ずらすと。いや、もうずらすだけなんだ。もう俺の仕事は。で、17、18、19。あ、これ結構軽くなそう。2700万。
2700万じゃないな、27億か27億ぐらい出てんのか。でマイネ、マイヌの、マイヌのキャンディーうまいねっつって、よしカットで、これ打ってこれ打ちましてずらすとで7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20で倒していこう。あでも結構出てるな、結構辛く出てるな、いいですね。ふえで6回ですね。でこれじゃあチューンが来るか、 iTunes が来るか、ちょっとこれ打っていこう。これ打ってでこれ打ってでずらすと、あ火も込めた。これでシーザーが全然打ってないな。でこれ倒していけると、いやいやもうなんか秋が強え、なんか大凶小凶っていうかはなんか秋が強えな、やっぱ秋ゲーですやん。これもう おそらくね、俺多分ね秋を使うことも飽きることねえと思うわ。全然今ダジャレっぽくなったけどダジャレっぽくなったけど、多分ね秋使うこともおそらく全然飽きないと思うね。もう全くしばらく使おうと思ってる、しばらく使おうと思ってるな。倒していこう。やべ、くしゃみ出る、くしゃみ出る。で、いやまた出そう、また出そう2回くしゃみってさ、ずらすか。くしゃみってさ、なんか2回出るときない大抵2回かな。なんか1回バーンって出るじゃん、でその後も出ない、その後もなんか出ません。2回目なんか出そうになるときありませんで下手したら3回4回続くみたいなでこれ秋打ってずらすと、いやいいね、やっぱ強えな秋、秋が強えな。もうで22コンボ、結構軽く出してるのか。あーでもやっぱいいね、コンボドロップついてるの偉いわ。これなんでかっていうと、これさ秋がさ1個しか持ってない、コンボドロップ1個しか持ってないから 1,2,3 秋で3体3個だ、3個じゃんか。でここで組まないといけないっていう、ここでさどこかしらで、待って遅延食らった、嘘待ってこれ打つか危ねえこれさどこかでコンボドロップもらんといけんから、これ1個持ってんの偉いね。でちょっと危ねえわ、なんか食らっちゃった軽減キャラだからダメだ、これ6個つなげてくださいと。危ねえ危ねえ危ねえ。多分耐久できたかな、耐久できたっぽいな。でこれ一生食らってる一生こうデバフ食らってんな。ずらしてで9コンボ10コンボいって OK で硬いな OK 倒した。今何回だ、11回、早早っ。でこれ85パー盾か、85パー盾これあー危ないな、これあったわ、これあったわ。でこれ打ってずらして倒していこう。ごめんなさい、なんか咳払いが深いかもしんない、逐一ミュートするかもしれない。いや強えな。でいやまだね、あの鼻声なんだよ俺鼻声ですね。ちょっとまだ、ま風はもう引いたって、風はもう治った、風邪治ったけどまだ鼻声っていう鼻声が治らんな、一生鼻声だったらどうしよう。まだ鼻声やね。でここどうだ、あーいけて、いやーダメかー、ちょっと待ってこれフレンドさんがこれしかなかった、吸収の人しかなかった、あと7ターンかやばいちょっと待って、これどうしたらいい、あひらめいた、ピラピラピーラピラミッキーの下これねちょっとこんな感じで、これでどうかな、あえて光はあのつなげて消さずに水の火力だけでダメだけど、ま、こっちも死なないっていうこっちも死なんっていう、あ耐久できてる、全然耐久できてる、あ属性結晶終わった、きた属性結晶終わった、オッケー
これでいいでしょう。7、8、9、10、11、12、13、14、15。うん、強いな。大凶消去もいいね、軽く。軽くすごいね、いいね。13回。神結び。しゃべえ、しゃっくり出てきた。どうしよう。実況の天敵、ゲーム実況の天敵、しゃっくり出てきた。やばい。ずらして、やべえ、パズル画面見んでもいけるじゃん、これ。今。で、倒していこう。神秘の光源ですね。で、神秘の光源ですね。で、これも打っていこう。あ、いいね。大凶消去強えかも。あ、だから、属性吸収があればなって感じだな。まあ、属性吸収は最悪、ここらで組めばいいか。この秋とかで組め、つ、あの、つけ、あ、なんだ。潜在つければいいけどって感じか。で、これ打って、OK。で、ずらすと。で、地味にね、これ。HP 全開があるっていう。HP 全回復あるから。まあ、正直全回復は、このウルバリンとか割合タイプいるから、あんまり使いづらいかなという、辛くはないけど、ちょっと、なんだろう、重複しちゃうかなって感じあるね。で、これもチューンが来るな。チューンは、これカウントダウンだっけ？ちょっと危ない、怖い怖い。これ、ずらして倒していこう。もう倒すか、倒すか。で倒していこう。550億円。 OK。 で、水晶が割れていくと、で、何かが割れた。 OK。 で、白蓮湖ね。ここ、あ、溜まってる、いいね。で、これももうずらすだけだ。マジでずらすだけ。これも一応打っとくか。一応打っておいてずらすと、まあ、これで倒せるかな。まあ、半分いくでしょ。半分はいくよね、これ。あら、半分以上、7割ぐらい削った。いいね。で、これも溜まってると。いやー、これきついな。 0.5 倍か。きつくはないけど、まあいいでしょう。で、いや、どうだったかな。大凶消去、まあ、強そうではある。若干強そうではあるなっていう。倒せる。おへい、まあ、若干ね。まあ、周回キャラなんかな。やっぱ超下士キャラだしね。周回においてはいいかもなって思ってる。うん。まあ普通に良かった。結構いい性能してんな。普通にいい性能してると思ってる。じゃ、うん。まあでも唯一だから、このスキル、このスキルが、まあ属性吸収ついちゃったら強すぎるね。スキルとして強すぎるんで、それはないんだろうけど、まあ普通に潜在でつければいいかって話か。属性吸収貫通ね。って感じかな。まあこのキャラダメージ吸収枠としては強いなっていう感じあるけど、みことちゃんがね、妹、みさか妹ちゃんが吸収なんだよね。これがちょっと悲しいかな。このキャラが吸収枠としてなるんで、ちょっと使いづらいかな。難しいな、このキャラ。まあ、強いと思うけど、ちょっと悲しいなっていう。この被ってる、いろいろ被ってるのがちょっと悲しいかなと思ってる。まあいいキャラ、相当いいキャラだと思ってるし、超転生は、まあ、超覚醒10強とかあるし、10強ウェイ6個とか10個か、ウェイ10個あって、すごい軽く出せていいなっていう感じかな。笑顔が可愛いとって感じですかね。うん、まあこんな感じで終わろうか。じゃあね。